皆様こんにちは。ただいまご紹介に預かりましたブランズウィックグループのマッシー・ブラウンと申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。さて、ガンダム、鈴、日本酒、この3つに共通していることとは何でしょうか。自己紹介をさせていただく間、皆様に少し考えていただきたいと思います。2007年、本日の主催者であるソアスのライバルと言われているリーズ大学に入学し、外国語と文化学部で日本語とフランス語を専攻しました。翌年には留学生として ICU 大学で1年間勉強しました。リーズ大学卒業後はジェットプログラムに参加し、富山県の高岡市の市役所で3年間国際交流員として高岡市の多文化共生に尽力しました。イギリスに戻ってからはジェトロロンドンにの調査部に勤め、現在はブランズウィックグループ の日本チームの一員として日本企業の海外向けコミュニケーションなどのアドバイスをしています。私が3年間住んでいた高岡市について今日はお話ししたいと思います。本日の私のスピーチのテーマはイノベーションで課題を乗り越える日本企業、課題をチャンスに変えるイノベーションが今後の日本経済を推進させる大きな鍵になるのではないかと考えているからです。ガンダムとどう関係しているのか、首をかしげているか方もいるかと思いますが、もう少しお付き合いください。私が 3年間住んでいた富山県高岡市は400年もの歴史を誇る鋳物産業の町でした。80年代後半にはバブル景気のおかげで美術陶器の販売が加速し、さらに戦後50周年における戦没者50回忌のため仏具の販売がピークを迎えました。しかし90年代からは鋳物産業は安価な外国産製品の輸入に加え、従来に比べ贈答品の需要の減少したことにより業界全体が伸び悩んでいる傾向にありました。しかし複数の製作所が高岡の技術とそのデザイン力を生かし、伝統産業のリノベーションに取り組みました。で、そのいくつかをご紹介したいと思います。まずは農作という企業です。農作は陶器の仏具、茶具、花瓶などが商品の中心でしたが、近年伝統技術を活用しつつ新しい商品を作ることで毎年 30% ずつ堅調に売り上げを伸ばしています。皆様大変お待たせいたしました。冒頭のガンダム、鈴、日本酒の共通点は高岡市にある企業農作です。鈴のコップで飲むとお酒が美味しくなると言われています。農作はこの特徴を生かし、富士山の世界遺産登録を記念に富士山の形をしたグイのみを製作したほか、バンダイとのコラボ商品として間もなくガンダムの形をしたグイのみを発売する予定です。また高岡市で寺院用のお輪を製作していた島谷工房は、その音の調律の技法を使って鈴の板を薄く伸ばしたことで、お皿でありながら手で簡単に曲げることができる鈴紙っていう商品を開発しました。東急ハンズもこの鈴紙を取り扱っていますが、鈴の熱伝導率の良さを生かし、冷たいアイスをお皿に乗せてもアイスがすぐに溶けないのが特徴です。こういった製作所の商品は日本だけでなく海外でも注目を浴びています。木とアルミ、銅を組み合わせた商品を作っている金谷という企業は、中小企業の海外販路の開拓につながる、つなげるため海外展示会出展などの取り組みをする経済産業省運営のジャパンブランド育成事業に参加し、
フランスで行われるメゾン・エ・オブジェに出展しました。また農作はこういった国際見本市に数回出展し経験を積み、2014年にミラノに初の海外支店をオープンしました。このようにイノベーションに取り組んだからこそ、高岡の鋳物産業は新しい時代に入ることができました。同じように国レベルで日本は大きな課題を抱えています。それは高齢化社会です。国連による世界人口の見通しの統計を見ますと、日本の60歳以上の高齢者の割合は 33% を超えています。これは世界一の割合で、2050年までには 42.5% に上がるとのことです。皆様もご存知のように、出生率の低い中、高齢化が進むと労働力不足が深刻化し、経済が悪化する恐れがあります。高齢者の増加は社会の負担になってしまうのです。このチャレンジに日本の企業は取り組んでいる研究開発のいくつかをご紹介したいと思います。まずは日本企業のサイバーダイン社が開発している身体機能の改善や補助をするサイボーグ型ロボットのような技術です。足や腕の不自由な方の補助という妥当性に加え、建設部門でも需要があると考えます。特に昨今の建設部門は労働力不足に陥っているため、建設会社大林組がこういったパワードスーツ、サイボーグ型ロボットを導入しているようです。このパワードスーツを着用することで65歳の作業員でも体への負担が減り、10年前と同じように建設現場で仕事ができるようになるそうです。言い換えれば、通常であれば退職して年金受給者になった人でも、このような技術が実用化されればより長く社会へ貢献し続けることが可能になります。加えて高齢化の進展にシルバー市場のニーズの拡大という側面もあります。この市場を対象にパナソニック社は世界最軽量掃除機など軽くて持ち上げやすい商品の開発に取り組んでいるほか、セブンイレブンやマクドナルドなどレストランやコンビニの宅配サービスの導入やその強化も見られます。しかし高齢化社会というのは日本だけが抱えている課題ではありません。先ほど申し上げました国連の数字をもう一度見ますと、現在イタリアも 29% 近く、2050年までにはその60歳以上の高齢者の割合は 40.7% に達するとのことです。実は2050年までにアフリカを除き世界の各メジャー地域で60歳以上の高齢者の割合が4分の1近くとなるとのことです。これからシルバー層の人口が増える他の国が10年、15年後、今日本で開発されているシルバー市場への対応や手配を中心とするビジネスモデルを真似することが十分考えられます。家電製造、サービス産業、インテリア、建設、日本が幅広い分野で先駆者になるのではないでしょうか。世界で誰も経験したことのない超高齢化に直面している日本のこの現状は、裏を返せば革新的な技術、高齢層にふさわしいビジネスモデルを世界に先駆けて示すことのできる一大のチャンスなのではないでしょうか。それでは農作さんの社長の言葉で終わらせていただきたいと思います。経済産業省とのインタビューで次のように表現しています。伝統産業は伝統の形、技術、販路を守りすぎている嫌いがあります。伝統は作っていかなくてはいけない。
100年後には今やっていることが伝統になるわけです。この言葉がイノベーションの重要性をうまく表現しているのではないかと思います。ありがとうございました。ありがとうございました、はい。高岡がとってもお好きなようで、私も全く知りませんでしたが、ガンダムのぐいのみがあるということで、すごい面白いことをされてるんだなと思いました。リーズ大学でフランス語と日本語を勉強されて、はい、今は日本語の方をそうですね、やられているわけですね。先ほど申し上げましたように、高岡、富山県の高岡市には3年間住んでおりまして、で残念ながらフランス人の方一人も住んでいないため、一緒にフランス語が練習できるそのパートナーがいなくて、だんだんそのフランス語の能力が減ってきたのはちょっと残念ですが、そのおかげで日本語たくさん高岡の方々とたくさん日本語が練習できてよかったです。じゃあマシューさんもやはり日本語を学んで人生に変化が出ていらっしゃいましたか？そうですね、まずは高岡市に、高岡市ではいろんな方に大変お世話になりましたので、そういう意味では第二のふるさとができたっていうふうに思います。あとはそうですね、妻も日本人なんで、そういう面でもやはり人生が変わったっていうですね。いい人生ですよね。リーズ大学の、ね、ライバルであるこのソアーズで行われているスピーチ大会に挑戦しようと思ったきっかけはありますか？そうですね、実は大学時代大学生のためのスピーチコンテストにもちょっと挑戦してみたんですが、当日はあまりうまく、その結果はあまり良くなかったので、今回は挑戦しようかなと思いました。リベンジが通るといいですね、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。伝統産業の衰退ということは日本で大きな問題なんですけども、マシューさんによると伝統産業でもイノベーションでまた復活できるという、はい、そういう意見ですよね、はい、そういうことです。それを実際に高岡で見てらっしゃった？はい、そうですね、本当に自分の目で見て、例えば先ほど申し上げました農作は特に感じましたが、市もやはり結構力を入れていますが、その400年も継承された鋳物の産業、それはやはり都市にとって本当に重要なことなので、市がそういうデザイン科学校で子どもたちがそういうデザインや鋳物産業、その技術を学校からもう並び始めるのを市が導入したんですね、はい、でも自分の目で見て特に農作の場合はミラノ市に初の海外支店をオープンしたのは一つの何て言うんでしょうか、本当に進展の、が反映されますね。伝統産業の衰退の中には後継者がいないということがありますよね。はい、そうですね。それで富山県の学校では子どもの頃から伝統産業を教えるようにしてるわけです。その後継者っていう問題も、後継者不足っていう問題ももちろんありますし、実は深刻化していますが、市がそういう子どもの頃からその鋳物産業の魅力が分かるように、そういうそういう授業を導入していますね。農作という会社は後継者は大丈夫なんですか？農作者は実は海外にも出てちょっと注目、高岡市、富山県でもかなり注目を浴びていますので、農作者は少しずつ、先ほど申し上げたようにその売り上げも伸ばしてるんですが、そうですね、農作の場合は多分大丈夫だと思います。もう十分そこに勤めたい方が多いかと思います。
日本全体でいわゆる後継者がいなくて困ってるんですけども、それは一つは老齢化社会って今マチューさんがおっしゃった、はい、老齢化社会に原因があるわけですよね、はい、そうするともう若い人が伝統工芸伝統技術にあまり魅力を感じないことが問題なんじゃないですかね。そうですね、あまりお金にならないということで、なので先ほど申し上げましたように、その技術を長年受け継がれた技術を、やはりその技術を使って何か新しいことができれば、多分若者でもその興味が持つようになるのではないかと思います。なるほど、分かりました。ありがとうございました。ありがとうございました。